コラボアイテム登場でございます。こちら、スイちゃんの匠スイッチオン。今日は見たことある風景ですよ、これ、はい、こちらでございます。小倉さんです。花心師匠でございます。花心師匠、なんで来たかと言いますと、わかりますか、はい、はい、前回お願いしたアクセサリーが完成したということでございます。イエーイ、連絡が来ましてね、コラボですよ、コラボ、はい、初コラボです。初コラボアイテムができました。どんなんかなっていうのがほんまに気になるんですけどね。まあね、あの絵から生まれるっていうところがありますのでもう全部投げて、そうですね、考えてくれはったいうけど、でまあ設計図ですから、あれが、はい、竹のアクセサリーどうなったのか、ね、どうなるのか、ほんまに気になるよ。行こう行こう、早速行こう。ちょっと行こう。お邪魔します。お邪魔します。では、改めまして、花心師匠でございます。どうもー、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。完成したということで、お待たせしました。いやいや、もうなんかここは難しかったとかいうのがあります？そうですね、だいぶ難しかった。だいぶ難しかった。設計図があれでしたからね、まあ、無茶ぶりでしたからね。じゃあそれを踏まえて、見せていただいていいですか。はい、コラボアイテム登場でございます。こちら、おー、すごい、おー、すごいですやんか。すごいですやん。これどんな、色も、色もついてますね。 ありがとうございます。スイッチオンカラーのこれ竹細工なんです。そうですね。ちょっと手に取っていいですか、はい、すっごいうまいこと編んではるよ。裏かか見る、ほら、あ、ちゃんと帽子ねえ、これ大きくしたら普通に、そうですね、ね、はい、その帽子を小さくした感じ。ほんまや。色もこれ、どんな風につけてはるんですか、染色は。そうですね、加工の染色と同じなんですが、鍋の中で煮て、竹を煮て、はい、うわぁ、これメガネもほら、これ、だから竹飲んで一回枠作って、で、またもう一回これブルー飲んでぐるぐるぐるって、そうですね、やってる感じですよね。はい、色つけてみたら。あ、ちょっとじゃあ、すいません、すいません、お願いします。うん、いいじゃん、ね、かっこいい。これでもどれぐらいかかりました？全部で10日間くらい。いい、今やもう世界的にね、活躍されるような方になったのに、はい、その方が10日もかけてやってた。ね、謝って、申し訳ない。いや、ほんまですよ。いや、でもほんまこれね、めっちゃようできてるんですけど。すごいね。ね、うん、どんな風に作りました？あ、はい、はい、帽子の方は、うん、花かごとかを作るような、う、途中ってことですか、これ、編み方なんですけれども、すっごい細かいですね。こう菊底っていう編み方で巻きつけながら、こう中心から広げて編んでいくんですけれども。今かかってますよね。どうしよう、ついちゃん、それ。いや、どうしよう、本当に。だからね、それでもちょっとやっぱりなんか販売みたいな感じでやっていったらいいんじゃないの、うんうん、スイッチョンと匠のコラボで、はいはい、このチャンネルでしか生まれなかったものを売るショップみたいな、うんうん、ショップ豊かて、なかなかそんなん。あ、今ね、うん、ネットショップ簡単に作れるんよ、ベースっていうやつで。ベース、うん、そんなんあんの。いや、はい、え、ベース知らないですか。え、ベース師匠知ってません。おわしだけ知らん。そうですよ、ベースで、おうおう、スイッチョンチャンネルのショップを作るところから始めようか。じゃあまたそれ動画にして。あ、なるほど、うん、どんな風にしてそういうショップができるか。そうそうそう、そう、で、まあコンセプトはスイッチョンと匠のコラボのアイテムばっかり。第1弾で、そうそうそう、とりあえずじゃあ花心師匠のハットとメガネのアクセサリーを販売すると。ベースでじゃあ、はい、また作りましょう、ショップを、はい。ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。